尿を調べるコンスタンティヌス講義するコンスタンティヌス・コンスタンティヌス・アフリカヌスは11世紀のチュニジア生まれの医師である。若い時代、チュニジアに過ごした後、イタリアで暮らしサレルノイ学校の教授を務めた。多くの遺書を残し、中世のヨーロッパの医療に影響を与えた。コンスタンティヌスがヨーロッパ最初の医学校であるサレルノイ学校の教師になるまでには様々な伝説がある。 ある説では、北アフリカのイスラム教徒で、シチリアから商人として、イタリアを初めて訪れたので、シチリアのコンスタンティヌスとも呼ばれたという。されるのに商人として移住して、病気になった時に、イタリアに医学書がなく、行われている医療も、初歩的であることを知り、それをイタリアのもたらすことを決意した。カルタゴに戻り、3年間医学を学び、アブーアルカーラの衣装を集めて、 されるのに向かった。旅の途中で書物の一部は失われたものの、多くの書物をもたらしたとされる。また別の説では、家族はベルベル人で医学を学んだ後、バグダードで医学、イスラム科学と各国語を学び、薬草の貿易に携わった。医学の実際的知識や医者の知識を得て、カルタ語で医師及び医学者として成功したが、周囲の妬みを買い、 生命の危険を感じることになり、船で南イタリアへ逃れ、シチリアを経て、サレルノに住むようになったとしている。1077年にサレルノ医学校の教師となった。翌年、さらに優れた衣装を求めて、ギリシャやアラブの各地を旅した。ローマ教皇を行くとる三世の保護を受け、その後、モンテカッシーの修道院に定住し、 ヒポクラテスやガレノスの著作を含む彼の収集した遺書の翻訳を行った。キリスト教に改修した。コンスタンティヌスによってサレルノイ学校の評判は高まった。コンスタンティヌスが翻訳したイスラム遺書には、アリーブンアル、アッパースアルマジュ氏の王の書や、イブンアルジャザーの旅人の備えなどがある。ウィキメディアコモンズには、コンスタンティヌスアフリカノスに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。